失礼ですけど、今なんて。まだ決まったわけじゃない。ただこのままなら特待を取り消すかもって話だ。可能性があることは君と親御さんにも伝えないといかんだろう。吉沢さんは最近の大会で好成績を残していると聞いています。特待を取り消すというのはちょっと大げさすぎるんじゃ。気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね。やっぱり優勝してくれないと。いや、私は十分にすごいと思ってますよ。ですがやはり囚人の代表として特別待遇を受けるにはまだと言いますか。私を恨まないでくれよ。あくまで公正を保つための処置だから。別に退学ってわけじゃないんだ。大会はまだあるし、今度こそ求められる結果を。先生、過度の期待は吉沢さんのプレッシャーになってしまいますから。プレッシャーだなんてとんでもない。私はただ応援したいんですよ。丸木先生も引き続きカウンセラーとして吉沢のフォローをお願いします。これは我々指導者も一丸となって吉沢を支えていこうって話ですから。そのために丸木先生にもご同席いただいてますんで。支えるですか。まあそういうことです。あくまでこのまま成果が出なければという話ですから。話は以上です。あ、すみません。今の吉沢だよな。なんか様子が変じゃないか。これは吉沢が落としたみたいだな。行っちまったか。放課後に届けてやろう。吉沢に連絡だけしとこうぜ。お守り忘れてきたのかな。どうでしたか、吉沢さんの反応は。ええ、落ち込んだ様子でしたので相当答えたのではないかと。これで少しはやる気を出してくれるといいんですが。3位などに甘んじず、彼女には早くまともな結果を出してもらわねば。教頭先生、何度も言っていますが、こんなやり方では逆効果です。無理に葉っぱをかけたところで彼女が傷つくだけ。丸木先生、我々もボランティアではないんです。好待遇を与えた分、彼女にも応えてもらわないと。もてはやされて浮かれるのもいいですが、本人にいつまでも遊び気分でいられては困るんです。囚人のイメージアップのために姉妹で入学させたが、これでは大損だ。片方が亡くなった上に結果も出ない。これでは価値が。教頭、ああ失礼ですが、鴨志田先生の一件に校長の事故死、ここで再起を図らねば。このままでは理事会での私の立場も。話は以上です。僕には理解できない。君、これだ。その通りさ。
絡いただいてたのを今気づきました。ちょっとスマホの調子が悪くて。お守り拾ってくださったんですよね。お台場です。こないだの競技場の前に。競技場？先輩すみません、これ切れちまったか。全部は聞き取れなかったが、競技場にいるみたいだな。今朝も様子が変だったし、何かあったのか。前にあそこで会ったみたいな感じか。ありえるな。お守りのこともあるし、様子を見に行くか。競技場はお台場だったよな。繋がらない。機種変しておいた方が良かったかな。私弱いな。先輩にも丸木先生にだって。私は吉沢かすみなのに。私パフェ食べたいんだけど。今探してるから待てって。多分この辺りなんだけどな。絶対道間違えたでしょ。こんなとこ見たことないし。あれとか何の建物なわけ。ああ、何だったっけか。展示場だか研究所だかが立つんだっけな。まあどうだっていいだろう。研究所じゃなくて競技場ですよ。ん？ナビゲーションを開始します。おい、あれ？なのか。我が輩たちナビナ、もしかして吉沢か。その可能性は高いな。パレスに入った時我が輩たちと距離が離れてたからな。戦えないあいつが孤立するとまずい。急ぐぞ。行くぞ。感じるぞ。今の声。ああ、警戒を怠るなよ。なんで、どうしてここに。誰だあいつ。認知存在か。私が、私のせいで。行くぞ。やめてよ。あなたは
ぞ。吉沢がやばい。許されないぞ、主の慈悲を汚す者。無事か、吉沢。その声、先輩。あっちはやる気みたいだぜ。受け入れよ。主は嘆いている。自ら痛みによる愚かさを。さっきから一体何を。学校が試験の時期ずらしたっていいよね、特別扱い。なんだこの声。私気にしてませんって感じが本当ムカつくんだよね。特待だか知らないけどチヤホヤされてさ、本当に結果出せてんの。これって気持ちはわかりますが、やはりその3位ではね。やっぱり優勝してくれないと。片方がなくなった上に結果も出ない。これでは勝ちが。黙って聞いてれば。吉沢、結果が出てない、そんなの言われなくても分かってる。だけど私だけじゃない。私たちの夢まで悪く言うのは許せない。自分の都合を押し付けて。勝手な期待をして、勝手な結果を求めて。吉沢、まさか私じゃ無理だって言うんですか。私を誰だと思ってるんです。私は吉沢かすみです。不器用な子。灰をかぶったままよりも灰染めの映画を選ぶ、そういうことだね。けどそれがあなたの決めたことだというのなら、最後まで付き合うよ。やっぱりこいつは。主は我、契約という名の魔法、受け入れなさい。仕切り直しをお願いします。今度はサンドリオンと一緒です。指示はこっちで出す、無理はするなよ。お願いします。ペルソナ見せて、サンドリオン。お願いします。エルコナカグヤピカロ。大丈夫か。これ以上無様な姿は。おりゃ。おお、ペルソナに目覚めたばっかだってのにやるじゃねえか。先輩ですね。やっぱり。ところで私たちなんでこんな格好に。まあ気にするなって方が無理だろう。感づかれたようだな、
早く出た方がいい。詳しい話は出た後だ。はい。ここってあれ、服も戻ってる。お前が異世界に行く前にいた場所だ。戻ってきたんだよ。戻って、私たちどこかへ行ってたんですか？あー、それはだな。お願いします。知っているなら教えてください。自分に何が起きたのかちゃんと知っておきたいんです。気持ちはわかるが、どうする？まあそうだな。じゃあ一から話してやるよ。ありがとうございます。異世界、パレス、ペルソナ。いきなり全部理解するのは無理だろうな。普通信じられませんけど、実際に見ちゃいましたからね。というか猫ちゃん説明上手ですね。それよりお前、我が輩に驚かないのか？え？猫が喋ってる？おせえよ。てか猫じゃねえし、我が輩はモルガナだ。なるほど。じゃあ私よりいろいろ知ってるみたいですし、モルガナ先輩ですね。そういや、あれ渡さなくていいのか？わざわざ届けに来てくれたんですか？ありがとうございます。今朝も様子がおかしかったからな。何かあったのか？それは大会の結果、結局言いそびれちゃったんですけど、もちろん私自身もこれで満足はしてません。でも学校はそれ以上に不満だったみたいで、今朝先生に呼び出されたんです。この成績のままなら特待生も外すかもって言われてしまって、それ自体は私の力不足ですし仕方ないことだと思いますけど、損だとか外れだとか好き勝手言われてるのを聞いちゃって、しかも一緒にいた丸木先生まで巻き込んでしまって、今回のはさすがに答えました。そりゃしんどいな。それでまたここに来たんです。その後は気づいたらさっきの場所に。けどもう大丈夫です。さっきので吹っ切れました。絶対に夢を叶えるので。みたいだな。しかし吉沢はなんでパレスに入ったんだ？さっきの話じゃ本当に偶然っぽいけど。スマホが何か？やっぱそうだよな。なあ、スマホ見せてくれないか？ナビがあれば履歴で誰のパレスかもわかるだろうしな。あ、はい、スマホなら。すみません、ダメかもです。なんだって？電源切れちゃいました。もともと調子も悪かったんですけど。おいおい、大丈夫なのかよそれ。ま、狙いのパレスってわけじゃないから問題ねえか。全会一致じゃなきゃターゲットにもならねえしな。お聞きしたいんですけど、先輩たちが怪盗団なんですか？あー、なんだその。そうなんですね。やっぱり。ってことは私、明智さんとカフェに行った時、ご本人の目の前で回答に賛成できないって言ったことになるじゃないですか。なんかごめんなさい。気にすんなって。それよりどうすんだ？その通りだ。あれだけ戦えるなら回答団の戦力として十分じゃねえか？それって私が回答団に入るってことですか？まあな、ペルソナにも目覚めてパレスのことも知っちまったし、見たところかなり素質もあるぜ。怪盗団に入ってくれるなら大歓迎だ。なるほどです。答えはすぐじゃなくていい。
どっちにしろ我が輩たちが何してるか知ってもらわなきゃ。ありがとうございます。けどすみません、お断りさせてください。ああ、そうしたら今日のとこはで、え、ペルソナに目覚めた時改めて思ったんです。新体操のこと、このままくよくよしてちゃダメだって。なのでどうしても今は新体操に集中したいってわけか。散々助けていただいたのに本当にごめんなさい。ありがとうございます。中途半端な気持ちで入っても皆さんに迷惑をかけてしまいそうなので。もちろん先輩たちのことは誰にも言いませんから。察しが良くて助かるぜ。ま、怪盗団のことで気が変わったら。ありがとうございます、モルガナ先輩。その時は遠慮なく相談しますね。おう。先輩もありがとうございます。いろいろ助けていただいたご恩は必ず返しますから。帰りましょうか。いろいろありましたけど明日からまた頑張れそうです。そりゃよかったぜ。それではまた。と言っても。おい、もう寝ようぜ。やるか。さてと。ことだけど、今のところ変わった様子は特に。待ってるだけだといろいろ考えちゃって、うまくいったのかなとか。ありがとう、焦ってばかりじゃ仕方ないよね。じゃあたまにはゆっくり花壇のお世話でもしようかな。怪盗マジやべえ。あのね、好きな男の子いるの。でも先に好きになった方が勝ちって。だから私は諦めなきゃなんだって。ああ、それは嘘。本当？でもなんで嘘なんかついたの？嫉妬？でも修羅場になるから気をつけて。修羅場？
あの子元気になったね。ああやって世間話できるほど。通院日でもないのに来るし、あの調子だと完治も近いかな。そういえば例の新薬、あっちも順調に完成に向かってる。あなたのデータかなり役に立ってるの。極めて標準的でフェアな肉体だからね。素晴らしいモルモット、いえ協力者だったよ。改めてお礼を言わせてもらう。ところで私の方はどう？あなたの役に立ってるのかな？例えば怪盗の仕事とか。受験のためなんて嘘。留置所に行って医局長に会ってきたの。それであの変わりよう、まさに怪盗の事件と一緒じゃない。あの状況、あのタイミング、正体はあなただと思っても仕方ないでしょ。警察が普通かもしれないけど、まあどうでもいいよ。問題はあなたがいなければ私は私の使命を果たせなかったこと。新薬も完成できないまま、医局長に言われた嘘に騙されたままで、それにこの町の患者たちにも出会えなかった。きっと怪盗団って医者みたいに弱ってる人を救ってるんでしょ。じゃあ私もあなたのために危ない橋を渡ってみようかな。もっとすごい薬用意してあげる。あなたなら正しく使ってくれるって信じてるからね。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、死神の究極なる秘王に目覚めたり。よし。言っとくけど、ちゃんといただくものはいただくからね。正義のためにちゃんと稼いできなさいね。じゃあ行ってらっしゃい。お大事に。Thank you.
ありがとうね。よし。帰るわ。始める。なんだ？どうする？やることなし。よし。よし、行くぞ。そうだな。あのさ、そっか。
よし。廃人化に精神暴走事件の真犯人、ヤバいやつだってことは確かだ。真相に近づいている今こそ気を引き締めておいた方がいいぞ。参ります。今日はありがとうございました。Thank you.
それでは資料集を開いて。答えてください。これだ。正解です。私帰ったか。ナナ。
よし。なるほど。うんうん。よし。さて帰るか。ありがとう。やってやろうじゃねえか。止めろ。
これは来たっしょ。どうする？負けだぞ。お任せあれ。なるほどな。おお。お願いがあるんだけど。やってやろうじゃない。それじゃ。やってみるね。まさか。なるほどね。すごいわね。うまいじゃねえか。よし。ふん。楽しかったわ。こんなもんだな。それじゃ。